美術書出版株式会社芸草堂とは、京都市中京区寺町2に本社を置く日本の出版社である。主に染色図案や図案画布の老舗として知られており、大正期には新版画の版元でもあった。日本で唯一の手すり木版画奏本の出版社。山田直三郎によって1891年に、京都市寺町2条下がるに、江戸時代から続く。 伝統木版印刷を主体として創業された美術出版社で日本で唯一の手すり木版による和装本を専門に刊行する出版社である。なお、直三郎の父は本田吉兵衛といい、二条寺町で和本製本業を行っていた。直三郎は吉兵衛の次男であった。まず、吉兵衛の隠居後、1887年に、 長男の一次郎及び三男の金之助は、雲金堂と称して、染色図案集を出版し始めた。これは、京都が友禅染や西島売りの特産地であり、豪華爛な衣装図案の需要を見込んだ上でのことで、出版社兼、西家及び雑誌類の販売店であった。芸草堂という号は、富岡鉄斎により命名されたもので、芸草か堀草。 この草を書籍に挟み置くと、虫が食わぬとて古来書物屋の号によしと聞くという一筆によるという。創業当初には、直三郎の妹愛も手伝っていたが、後に田畑氏に嫁いだ。直三郎は1895年の第四海内国官業博覧会において、木版画布が印刷成功にして、木版の彫刻また過料なるを見るとして、有効三等を受賞したほか、 1903年の第5回内国官業博覧会でも、絹地木版印刷により三等賞を受賞している。ある時、高島屋五福店が、島の新作図案を検証募集した際、各図案家から図案を集めることとなり、自然に運金堂と競い合うこととなった。当初は図案家の指示の扱った運金堂が優勢であったが、これに負けじと芸草堂も巻き返しを図り、 激しい争いとなり、これには高島屋も当枠、時の飯田社長が仲立ちし、さらに肝入り役に沢渡玄衛氏と宮脇新兵氏が双方の和解を得てようやく解決をした。そして、これを機にゲ草クと運金堂の統合の機運が熟し、1906年2月11日の期限節を、期して両者は合併、合名会社ゲ草クとして、 創立発足する運びとなった。この際、上坂石化筆の絵創修理図を目版すりした合併案内状を配布しており、これ以降は、兄弟3人が協力して、経営にあたり、自家出版の他に、大阪の青木瀬戸松村久兵東京の吉川博文館、大倉書店、栄東書店、名古屋の片野東ず 京都の田中寺平など著名な書士の版木を買収、染色出版の宣弁をつけ、次第に京都の出版会に頭角を表し始めた。浮世絵版画の西絵は衰退の一途をたどっていたが、明治20年代以降の木版印刷は、下役作動の活動に見られるように図案集の分野で、むしろ伝統木版の彫りし、 す師の高い技術力による多色くりの木版画布が多数出版されており、版元に引き入られた職人技術者はそこに新たな木版の価値と伝統技術の発揮の方向性を見出していた。この時期に活躍した彫師に、藤村慎次郎、山本慈吉、北川栄次郎、木下雄之助がおり、す師に、高木源介、岸太子昆吉、杉本貴一、竹中聖八、 佐々木米次郎らがいた。また、美術界、新美術界、1906年の、精鋭の発行、上坂石化の、成果染色図案回路、長畜笹、戸戸代草全三観や津田聖風の図案集、落詞などは、優れた色調のものであった。特に、戸代草は、リンパの装飾性を継承したもので特筆に値する。また、芸草堂は1909年には、 川鍋教祭の高上、教祭画壇を出版する。この頃から1916年にかけての主な出版に、うないのとも、能楽小族大観、個性長賞、超古調、染色大観、昔渡り更さ紗さ、四季の花、西洋草花図譜雛百種、綾や二色などがあった。また、1918年には、東京府本郷区湯島に支店を設けるまでに成長。 現在においても出版活動を行っている。この東京支店は1923年の関東大震災で被災するが、すぐにバラックで再開する。また、大正の頃から昭和にかけて、新版画に分類される、樋口富丸池田水月、浅野武次、岡田光一、加藤明秀らの規範画を出版している。1945年、東京大空襲によって、 東京支店、工房、倉庫が全焼、製版、版儀などを消失する。1947年、東京支店を再建する。1953年、株式会社に組織を変更する。1990年、世界最大級の版が、クジ明王像を木版釣りで再現している。旧姓を本だと言い,い、田中治平の下で修行していた。ありがとうございます。